はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、デュエルマスターズの DM 新三段気分上々メラベンチャーの2回目のボックス開封ですね。今回も開封対決やりましょうか。はい。負けた人が罰ゲームです。じゃあ今回もシャッホーシャッホーしましょうか。シャッホー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 。はい、では今回はエイシン君から引いていきます。はい、僕の1パック目。幻想の魔種カレイド。奇跡カンラ。キバセンチュリス、万年の子ガメッシュ、ベリーレアだ、カボチャウチャウ。私の一パック目、幻想の魔種カレイド、ヒゲソウリー、シェルエイトレス、狂気82号スタッフ、ジバボン三兄弟。二パック目、粛清者アシモフ、フロンティアチャージャー、ママロロン、激おこフジヤマン、ビッグバンフレア。2パック目、魔導スクラム、怪獣アリサ、タルタホル、お、天風のゲイル、ベスパー、スーパーレアシークレットだね。うわ、グランセクト出た。そして郵送さ、バザジープ。3パック目、カメライフジョーカー、魔導スクラム、ゴルピーパーピー、絶対音カーン、ビリーレアだね、狂気68号ボンスケ。私の3パック目、爆撃男、メジャークラスター、預言者テロン、狂気65号カベドン、ファイト一発マン。4パック目、粛清者アシモ、ぼちぼち旦那、奇跡カンラ、マイトアンティリティ、お、スーパーレアだよ。おきた、おお、これもグランセクトだね、シモーヌペトル。4パック目、惑星都市バブラブル、骨殺意リブ、レオレンジ、シンクロシールド、コーディネート。5パック目、ザ・タンタンメン、ファクピタル、ジャババハット出た、ベリリア、レオレンジ、3代目ファンクロー。私の5パック目、竜奏者ダクマ65号、サークルレガード、狂気68号ボンスケ、ロロカケティ、ショッキングダンタル。6パック目、リオバ怪人ティボーン、エナジーチュリス、地の学び刺客、怪奇度アワービー、国運シャナバガン。私の6パック目、浅瀬の探索者ランチュ、破砕作、直進ゴー、シンクロデスサイズ、機動兵デメタイ。7パック目、シェルエイトレス、竜奏者ダクマ65号、シンクロシールド、ロロカゲティ、温光銀バラード。私の7パック目、破砕作、奇跡ゲンブルー、一なる舞台イワシン、三代目ファンクロー、次元波動魔法春。8パック目、ガンガン温暖波、地の学び刺客、グスタフ・アルブザール。お、スーパーレアだね。よし、きた。あ、かっこいい、マフィギャングのスーパーレア、かっこいいのこれ。竜奏者バザジープ、狂気82号スタッフ。じゃあ私の8パック目、緑地銀アニョン、ファクピタル、シンクロスパイラル、レッドダスター、中堅位グスタスク。9パック目、浅瀬の探索者ランチ、マッシムチュリス、怪獣アリサ、シンクロデスサイズ、流走者ジュランジュ。では私の9パック目、カメライフ、緑地銀アニョン、怪獣カキール、ママロロン、ジャスティ・ルミナリエ。10パック目、ヒゲソーリー、奇跡ゲンブルー、音石トルコイ、レオレンジ、ゴアジ・ゴーティー。私の10パック目、ぼちぼち旦那、預言者テロン、破砕作、戦の傾きごぼう、竜奏者キリバイ。11パック目、地の学び刺客、フロンティア・チャージャー、お、メアビートザズニー。おー、来たね。マスターのシークレットだ。え、これシークレット？うん。
え、これシークレットなの？めっちゃかっこいいじゃん。ここ、これ引って書いてある。あー、やったね。うわー、来たー。聖地銀、グーテン、三代目ファンクロー。私の11パック目、ね、両馬怪人、ティボーン、騎馬戦チュリス、預言者テロン、激横フジヤマン、コレンココタンク。12パック目、メジャークラスター、奇跡カンラ、シンクロチューン、戦の傾きごぼう、スポーツ隊。私の12パック目、ガンガン温暖波、ゴルピーパーピー、夜空ふわふわだけ、海中の忍者メルカジーク、ベリリア、カボチャウチャウ。13パック目、ザ・タンタンメン、キリングリンボ、記憶の紡ぎカサネ、これもベリリア、怪獣ヒヨク、タンガンイ・アオゲ。私の13パック目、魔導スクラム、後期ペトーキナ、ピーマンドリル、シングシンガー、スカルベント・ガデス。14パック目、竜走者ダクマイ65号、アッププタンク、お DG 人の作りしもの、もも人してかおー、でもありがとうシンク、これもシークレットなのかな。いや、これはノーマル。そっかそっか。聖地銀、グーテン、シングシンガー。14パック目、タルタホル、サークルレガード、ソウジーさん、バーバーパパ、シンクロマニューバー。15パック目、怪獣カキール、ザ・タンタンメン、音石トルコイ、失われし金術の復元、オフィデンスメーサー。はい、では最後の15パック目、キリングリンボ、ゴルピーパーピー、夜空ふわふわだけ、ダトリエロブションベリリアか、シンクロチューン。以上でございました。はい、はい、ということで出たカードでスーパーレア以上見ていきましょうか。はい、まずは天風のゲイル・ウェスパーグランセクトだね、うん、コスト10のパワー1万2000ですね、うん、ダブルシンパシー、パワー1万2000以上のクリーチャーだって、うん、このクリーチャーを召喚するとき支払うコストはバトルゾーンにある自分のパワー1万2000以上のクリーチャー1体につきに少なくなる。ただしコストは0以下にはならないということですね、はい、トリプルブレーカーで自分の手札にあるクリーチャーすべてにダブルシンパシーパワー1万2000以上のクリーチャーを与えるんだって。続いてマイト・アンティリティだね、うん、コスト6のパワー8000グランセクトです、はい、ネオクリーチャーだね、うん、ダブルブレーカーでこのクリーチャーがバトルゾーン出た時クリーチャーを2体自分の墓地からマナゾーンに置くんだって。あ、絆プラスもついてる。出た。このクリーチャーが攻撃する時その下にあるカードを1枚自分の墓地に置いても良い。そうしたらこのクリーチャーと自分の他のクリーチャー1体の絆プラス能力を使う、この子の絆プラスはコスト4以下のクリーチャーを1体自分のマナゾーンからバトルゾーンに出すっていうことだね。はい、続いてグスタフ・アルブサールですね、マフィギャング、コスト8のパワー1万1000ネオクリーチャーです、はい、ダブルブレーカーで絆プラス、これもある。この子のは進化でないクリーチャーを1体自分の墓地からバトルゾーンに出すだって。へー。続いて DG 人の作りしものだね、うん、メタリカでコスト6のパワー5000、このクリーチャーがバトルゾーン出た時またはタップした時自分と相手のシールドを1つずつ選ぶ。このクリーチャーは選ばれたそれらのシールドをブレイクする。自分のシールドゾーンから手札に加えるメタリカまたは裁きの紋章全てにシールドトリガーを与えます。はい、はい、最後にメラビート・ザ・ジョニーだね、ジョーカーでコスト7のパワー1万ですね、はい、スピードアタッカーのダブルブレーカーマスターダブルメラビートがありますね。このクリーチャーが召喚によってバトルゾーンに出たとき、ジョーカーズオーバーエクスプロード能力を持つジョーカーズを2体まで自分の手札からバトルゾーンに出す。このターンの終わりにそれらを好きな順序で自分の山札の一番下に置き、その後こうして下に置いたクリーチャー1体につきカードを1枚引く。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンに自分のジョーカーズが5体以上あれば相手のクリーチャーを全て破壊するっていう、おっかないやつだねこれね。でもすごいかっこいいね、キンキラキンでね。うん、シークレットね。はい、ということでスーパーレア以上はパパ1枚、エシンくんは4枚ということでルーレット罰ゲームはパパになりました。ちょっと前とねルーレットのアプリ変えました。はい、で今こんな風にセットされてますね。うん、顔に落書きとかでメガナーフでお尻打つでしょ、うん、サルミヤキとまずい組とあと一発ギャグっていうのを追加されました。おこの前ねあのトレジャーボックスのボックス開封やった時に、うん、コメントで
これ入れたらどうですかっていうふうに言われたので入れてみました。なんで、他にもですね、罰ゲーム追加してほしいのがあればコメント欄で教えてください、うん、じゃあパパの罰ゲームいきますね。はい、これ一回押すとね勝手に止まっちゃうタイプ、うん、いきます、せーの、ゴイ。頼む頼むっつってもあれなんだけど、どれも良くないんだけど、何？一発ギャグ。じゃあパパの一発ギャグいきます。はい、ごめんこれ使っちゃった。ギャグでもないかこれは。うん、おう、メラベラビートメラビートメラベラビートメラビートメラベラビートメラビートメラベラビートメはい、ということで今回はデュエルマスターズの DM 新三段気分上々メラベンチャーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。